皆様ご機嫌いかがでしょうか、えー、投資系 YouTuber 歌う投資家ラジオエジです。今日は2024年1月10日水曜日時刻は9時41分を回りました。ラジオエジの親父ラジオラジオエジの親父ラジオは日本株のバチュー速報、そして、えー、急騰急落銘柄、 の情報、場中の売買シグナル、点灯銘柄の紹介など、えー、そして投資情報にラジオエジの雑談を交えた動画番組です。今、11時頃までのアップロードを目標にやっております。遅れることがあるかもしれません。土日祭日は雑談だったり、えー、ラジオエジの音楽だったりを中心に配信します。あ土日も多分やるんで、今後もね。 で夜の動画、メインチャンネルで午後7時頃に配信している明日のカブチャンスカブちゃんと合わせてご活用ください。まあ、ラジオや g とか言って検索してもらえれば出てくると思うので検索してみてください。ということで今日も親父ラジオをやっていきたいと思いますが今日のテーマですが、デレ。えー、日経平均ついに3万4000円を突破しました。 おめでとうわーってどっかのかこれか。はい。えー、ということで、日経平均ついに3万4000円突破しました。まあ、あの、もうちょっと、えー、なんていうか、えー、喜んでもいいのかもしれないけど、まあ、なかなかね、こう、日経平均が上がってるからといって、えー、それにうまく乗っかって儲けるとか、えー、難しいんでね。 で昨日もだから夜の動画で言ってましたけど、ここの上昇幅と同じだけも来ちゃったから、まだ RSI とか、帰りとかには、上値打ちはもちろん、上昇余地はあるんだけど、結構高いから、まあ、今日いきなり反落なんじゃないのって僕は言ってましたけどね。まあそんなのは外れました、大外れ、大外れで、で、9、えー、3万円線突破ですね。まあこれもあり得る動きですね。 で、今まで34,000っていうのは、まあ、なかなか突破できなかった、非常にこう強固な、えー、レジスタンスラインだったわけですね。付け足で見ても、こんな感じで、ここが34,000なんでねで。なかなかここを突破すること、これ付け足ですけどね、日経平均の。なかなかここを突破することはできなくて、で、えー、来ていたわけなんですけど、来ましたと。 ただまあなんていうかね、あんまりもう否定的なこと言ってもあれなんだけど、まあ例えばこの3万円のね、えー、まあ今年は行、い、くんでしょうよ。行 <laughs> くんでしょうけど、この3万円のこれ突き足の3万円ラインですけど、3万円ラインもね、何回か突破してるんだけど結局ダメだったみたいなことがあるわけよ。で、今ね、やっぱり水準高いから、今日も今3万4000円突破してるんだけど、現に今、今ね、な、 突破しているんですが、えー、冷やしに切り替えましょう。ね、冷やしに切り替えた時に突破している。今日今34,191円428円だか。34,191円428円だか。まあ夢の3万4四0 0 0円来たわけだけどね。 だけど、まあ今の付き合いしたんか見てもわかるように、3万3000突破何回かしたけどダメだ。で、3万3000の前の、えー、レジスタンスラインは2万4000だってことを昨日、えー、言ってましたけどね。で、これもね、結局2万4000のレジスタンスラインも何回か突破してるんですよ。突破してるんだけど、その突破から下落始まったりなんかした、した局面もあるし、これ付き合いしね。 ダブルトップになりやすい。で、ダブルトップで一旦そのレジスタンスラインを抜くんだけどダメ。で、またダメ、みたいなね。こう3倍に関してもここで一回抜くんだけどダメ。また抜くんだけどダメ。3万1000円近くまで行ったんだけど、結局3倍のレジスタンスなかなか本格的に抜けなくて、で、やっと23年になってこう抜いてきて、で、今の相場があるわけなんですけど、 ここもね、今3万4000がずっと意識されていたわけなんですが、まあ3万4000ってこれ僕決めたやつだから、3万5000でもいいかもしれないけど、まあでも今のところ3万4000がやっぱりね、こう、チャートを見方ってこれが正しいっていうのはないからね、ら3万4000がレジスタンスだっていう見方が正しいかどうかもわからないけど、僕の見方で言うと大体3い4000がね、レジスタンスになっていたわけですけど、これをついに 抜いてまいりましたので、えー、このまま行くかもしれないっていうのもあるけれども、今までの動きを見ると、大台っていうかね、強いレジスタンスを抜いた後に調整来る。強いレジスタンスを抜いた後に調整来るっていうのが結構あるから、今日34000抜いてるんだけど、テクニカル的には結構高い、結構高い。結構高いので、ね、今日テクニカル見ると、えー、3指標で見ますけど、日経平均ね、 ま,あまだ売りシグナルは行ってない。えー、だけど RSI は、9、えー、の RSI が78まで来てる。で、えー、14の RSI もかなり高い。67ということで、まあ、かなり、えー、高値圏に来ていることがお分かりいただけるのではないかと思います。日経パネルでね、ちょっと見てみましょうかね。今日の今の値段ね。 えー、今日の値段を入力してみると、今、えー、いくらでしたっけえー、まあどんどん動いてるんでね。どんどん動いてますけど、今の値段で、一番高いところ入れてみるか。34233。はい。34233。これが今日のね、バッチュの10日の一番高いところで、470円高だったんですけど、K パネル。470円高。 で、RSI、5MA、25MA、25 200MA 上がっている RSI 高い、えー、しかも9は最強波形、14も、えー、強波形、75より上が最強波形なんですけどね。で、帰りも4.93まで上がっていて、かなり高い。ということでね、今、ドンって言いましたね。<laughs> 車のドアの音です、えー。価格帰りは1000円。1000円離れてるから、かなり今日の段階で価格帰り高い。 で、1000円まで価格乖離が離れれば、えー、売っていいっていうかね、売りも検討できるぐらいのレベルなんでね。で、200円前からの離れも2600円ということで、今日の34200円の上は、価格帰り25円前から25日移動平均から、チャート上で言うと、青いラインから、えー、ね、青いラインから1000円、ここから1000円離れたラインだっていうことで、まあ、 通常は、テクニカル的には、売りを検討するレベルのラインに、えー、まあ、来ているということになります。RSI 高い。ね。そして、帰りもかなり高い。5に近い。7まで行けば売り。で、ストキャスもかなり高いレベルに来ている。まだ真似打ちありますけどね。で、3つ重ね合わせたときに、えー、それぞれかなり、えー、加熱感はあると。 いうことになりますが、それでもついに3万4000抜いてきた。ただま3万4000抜いたら相場強いっていうふうに言ってました。だから今週は、特に今日とか今週後半の動きがすごい大事で、で、ここで高値抜いてくるんだったら、やっぱり上昇トレンドの可能性が出てくるということでね、言ってましたけど、まあこんだけ上がってきましたから、上昇トレンドの可能性は出てきた。で、去年みたいに6000、7000、去年は、 7,369円上がったんですけど、えー、そこまで上がれるかどうかわからないけど、まあ、1月、の4日が結構下げたところから、下平洋線でね、上がってきてるから、まあ、こから、ここは3万3000なんでね、7000上がれば4万円ですから、まあ、去年と同じだけ上がれば4万円。まあ、4万円もあるかもしれないですね。えー、今年はね、そんな感じの、 えー、今日の今の値動きです。ただ、えー、さっきも言ったみたいに、えー、こういう大台を超えてきたときは、その後にまた調整がすぐ入ってくる可能性もあるし、もう昨日からね、今日の段階でも今日陰性引いてもおかしくないぐらい上がってたところへ、さらに、えー、今の上昇は4.5%ぐらいまで短期的に4日間で4.5%伸びるっていうのは、これちょっと行き過ぎなんです。ここが、ここね、ここすごいところがあったけどね。 2003年10月か11月、この上昇なんかは、えー、短期、4日で7%っていうのもあったからね。だからまあ、10%ぐらいまではね、日経平均でダダっていくんだよ。だから10%っていうのもあるかもしれないんですけどね。あ10%ぐらいとかね、ああ、最大でね、ここは6%だけど、短期的にはやっぱりね、10%はちょっと難しい。ね、ここの6%ぐらいが関の山で。 もし6%あれば34,700っていうところで、売りシグナルとかまで行けどね。まあ今年は、まあ日経平均もね、僕は売りから入るのはやめとこうかなと思ってて、買いから入るしかない。で、買いから入るのはすごい難しいんですよね。押し目待ちに押し目なしっていう相場格言があるけど、なかなかね、押し目、つまり調整局面、下げる局面を待ってもね、来ないっていうことで。 なんか、例えば今日なんかだから昨日強くて、え、今日、昨日買っとけば今日儲かってるわけよ。で、これ今短期的に、その昨日から今日だけの動きを見れば、買ったもん勝ちだよね。で、僕は会員は違うんじゃないか、落ちるんじゃないかとか言ったけど、そんなのを無視して、これ買っとけばよかったっていうことになるんだけど、ただね、それはやっぱり結果論的な感覚なんだよね。やっぱりテクニカル的に高い、 で、短期的に上がりすぎてるっていう時は、反落を注意しなく、反落に注意しなくちゃいけないし、買っちゃいけないでしょ。で、買って儲かった場合に、何が起こるかっていうと、俺は正しい。<laughs> 俺は正しい。俺は正しかった。そして俺は相場の才能があるとかね。ラジオネイズなんてクソだとかね。<laughs> あんな奴の言うこと聞いてたら儲からねえとかね。そんなこと思うわけよ。だけど、それは間違いで、短期的には、 確かに短期、あの、結果的には勝ちかもしれないけど、短期的に過熱感があるわけだから、やっぱり売りが入るんじゃないかって警戒するのが、正しい見方です。何が正しいか正しくないかなんて、相場にはないではないんですけど、基本的にはやっぱり、上がりすぎれば落ちるから、売りが入るからね。だって、相場って上がっただけじゃ儲からないじゃないですか。上がったら売らなきゃ儲からないから、今もちょっと上髭 ついてきてきるけど結局これ売り売られてるわけですよね。結構上がった、儲かった、売れってで。で、売ってやっと儲かるわけだから、利益確定できるわけだから、やっぱり高くなれば売られるわけね。で、売られれば売りが売りを呼んで、おい、やべえ、ちょっとだけやっぱりちょっとやべえぞ、これは。高値圏なんじゃねえのか。やっぱ売っといた方がいいんじゃないか、売りだ、売りだーって感じで、こうなってきてもおかしくないよね。ね今日ね。今日3万4000円突破したけど、引けでは3万4000円割り込みましたみたいな、こんな ローソクになってもおかしくないですよ。だそれぐらい、やっぱり大台を抜くと、えー、達成感から売りも入ってくるから、だからこっから買っちゃいけないし、まあ短期でね、えー、強いから買えで、短期でちょっと上がったから売れっていうね、もう相場に張り付いての、えー、トレードをやってる人はね、そういうトレードやっても全然問題ないんですよ。順張り的なね。相場に張り付いてやってる人はね。だけど、あの、 そうじゃない人が大半だと思うから、その場合はね、やっぱり下がるのを待って買って入るということが基本なんで、えー、そういう意味では、ここから買っていくのは良くない。で、特に今もね、3万4000円突破したって言うんでね、これはもう今年4万いきますよとかなんか言い始めてる。みんな、強気のイケイケの人たちがね、言い始めてると思うけど、かといって今買っちゃダメ <laughs> かといって、まあ実際4万いくかもしれないんだよ、今年ね。 かといって今買っちゃダメで、えー、ちょっとでもね、やっぱり安く買わなきゃいけないから、調整待って買わなきゃね。だそれどこで買えばいいのかってことになるけど、調整待っても、ちょ調整らしい調整がないから。えー、だから最近って言ったら RSI が30ぐらいまで来れば、これね、日経平均。結構安いから、えー、でも RSI もっと下がるときもあるから怖いんだけど、まあ、ある程度 RSI が下がってきたら、 三、二十五に近づいてきたら、二十五がまあ一応そこです。これもね、誰によって、あの人によってね、えー、どこがそこ、そこっていうかね、どこからが安値県で、どこからが高値県かっていうのを人によるんですね。僕は二十五っていうラインを、で、上は七十五っていうラインを重視してますけど、それはまあ、テクニカル分析をやる人の好みなんでね、えー、誰がどこ、え、三十、下は三十で、上は七十っていう人もいるし、 下は20だ、上は80だって人もいるし、中には、えー、もう0に近づいたら買うし、100に近づいたら売るけど、それ以外はやらないって人もいるしね。だから、いろんな人がいるわけで、どこに基準を置くかは好みなんですけど、僕は75に置いてるんでね。下は25と。で、25あたりまで来れば、最近は安いから、まあ、そこで買って入ってもいいかもしれないけれども、まあ、この赤い回収がなるが出るのを待って入れれば、 一番良いと思うんですよねで慌ててこういうところで買って入って、もう乗り遅れるぞと。もう,、ま、もうね、新人さん始まってるし、もう買わなきゃ損だってこういうところで買うのは本当に、えー、良い手ではないと思いますけどね。短期的にはね。だから、昨日買った、今日儲かってる、やったーって言われたら、だダっとこうね、こういう下落あり得るからね。まあ、野村マイクロなんかで僕よく言うけど、 急騰は急落まで急くから、急まあ、長いことだーっと上がっているやつもね、だーんと落ちるんだよね。だそういう株価修正っていうのを見て、えー、知ってる人はさ、警戒すると思うんですけど、まあ今日3万4000突破でおめでたいわけですけどね、おめでたいっていうか日経均上がるとなんかめでたいのか <laughs> 買ってれば儲かるからね。だからまあ新妊娠やってる人はみんな買いから入ってるわけだから、で新妊娠って買いからしか入れないから、空振りできないからね。 だから、やっぱり買いのエネルギーはそれなりに出てくると思うんですよね。やっぱり、押し目買い、えー、安いとこ買う。で、どこで買うかですけどね、できるだけ暴落時、あるいは大きく下げた時がいいということで、大きく下げて大丈夫かなーってなっている時が買いポイントだっていうことですね。ただ、もっと下がる可能性もあるので、下げた時に。だから、そこで、えー、余力を残して、さらに下げた時に買い増しができるようにしておく。 で、最悪、そっから相場が転換して、落ちてきてさ、例えば、これおだいぶ下げてきたなと。で、えー、こんだけ下げればこれ買っていいんじゃねえかって言って、3万2千円ぐらいまで、これ予想、ローソク足書いてますけど、買ったとするじゃん。そしたらそっから、本格下落が始まって、下落トレンドに入っちゃうとかね、ありえなくはない。今年はないと思います。今年はこんなことはないと思うもん <laughs> ないと思います。 新日社があんねんだからね。なんたって騙さ、騙されてるって言っちゃあれだけど、あの、乗せられてる人が本当と多いからさ。だから、一般的な感覚だったらもう新日社買え、やれ、もうやらなきゃ意味がない。新日社やらない、い理由がわからない。いや、なんでやらないのってなってるでしょ。投資もなんでやらないのやらない理由がないじゃないっていうね。こんな原イ振り出だし、とかね。ものすごい簡単に説得されちゃって、そうだよねってみんなバーンとお金入れてくる まあ、新人さんなんかは上限が決まってるから、そんなにめっちゃ大きなトレードにはならないけど、まあ、その家計の状態によるよね。えー、その家、まあ、一律にいくらって決まってるからね。こんなんじゃ足りねえよって人もいると思うし。だから夫婦でそれぞれで口座開いて、それぞれでも最大限やるとか、いろいろ工夫してやるのかもしれないけど <laughs>。まあ、どっちにしてもさ、そういう風潮だから、 まあ、買われてはくる。ので、これ、今日3万4000突破は、やっぱり、えー、普通に考えれば、やっぱり強いで。今年は4万もあるかもしれない。えー、で、おしまいは買いだ。そういうことになります。ただし、本当にね、今、日経平均は本当に高値圏だから、えー、注意は必要。なんて言ったって説得力ないよね。<laughs> 上がってんだから、今ね。 で本当にね、落ちるときにはね、ガツ,ガツンって落ちるの。で、なんていうのかな、えー、特に理由もなく大暴落するときもあるんですよ、株式市場って。ブラックマンデーとか昔あったんですけど、それは特に理由ないんだよ。どっかがなんか売りが入って、どっかの市場で売りが入って、売られ始めたことをきっかけに、世界にその売りが波及して下げましたみたいなことはあるのよ。 で、後で何だったのって言ったら、こうだったみたいな。で、それも、なんていうか、そんなに整合性があるっていうか、説得力のある理由じゃなかったみたいなこともあるのね。で、これはもう、例えば今日本は新ニ人サーだ、なんだってやってるけど、世界的ななんていうのか株売りみたいなイベントっていうか、株売りの何か波が来た場合には、避けられないです。日本も、日本もね。いくら新ニ人サーだ、なんだって言ってても、 やっぱりやられちゃうんだよね。そういう理由もない暴落すらあるっていうのが株式市場だから、本当に、本当に浮かれすぎないようにね、やってほしいし、こう短期的にも高いところで買うんじゃなくて、なるべく RSI の低いところで、まあ、買,買いたいと思うから、買えばいいんですけど、<laughs> そこまで買う。で、僕なんかは大暴落を待ってるわけよ。今年はアメリカの選挙の年だから、大暴落があれば買って入っていいんじゃないと思ってる。 でそれもね、慌ててやる必要はないと思うしね。本当に大暴落来て、にえー、日経平均が1日で2000円下がるとかね。そんなの大したことないけど。もっと下がってみたいな。日経平均2万円だ、2万円割りましたみたいな。そんな、えー、暴落ね。まあそれはいくらかはその時の状況によるけど。で、そんな大きな暴落があって、こんにちは。お昼の NHK ニュースです。 えー、今日の東京株式市場で日経平均が、えー、急落しましたみたいな、えー、ニュースが流れた日、流れている時に買ったらどうかっていうことですね。今みたいな声でやりましょうか、ずっと。<laughs> ニュース声。えーまあ、でも株の実況中継には今みたいな声は合わないよね。 まあ、朗読とかには合うかもしれませんけどね。僕は本読むときって全部朗読するんですけど、今みたいな声で朗読してるんで、これ録音しといたら、何か聞く聞きたい人もいるかもしれないっていうような感じで朗読してるんですけどね <laughs>。ということで、3万4000突破したよ。まあ、今年はだから上行くんだろう。うん、だけど、だけど難しい。 強い相場は難しいんですよ。で、これ乗っかっていかなきゃいけないんですけど、難しいんですよね。で、まあ、こういう去年の上昇なんか見てもね。で、1月でちょっと上がってきて横ばい。で、一旦高値抜いて調整して、また前の高値接近したけど抜けない。で、ここ前の高値まで来て、で、ちょっと軽く抜く。で、この辺で、 これ2023年の4月の終わりから5月の頭ぐらいですね。で、ちょっと芽が出てきて、前の高値抜いてる抜いてて、275、25、5っていうふうに、移動平均が下から順番に並んで、上昇トレンドのフォーメーションがこう出てできた。5月の頭にね。で、その後、高値抜くんだよね。で、また高値抜くっていう。で、こ、この上昇みたいなことが起こったときに、これと同じような上昇が起こったときに、 これに乗れないと、まあ儲からないんだけど、実はこれって相当、これに乗るっていうトレードは相当ギャンブルなんですよ。いつ調整がガーンと入るかわからないから、だから相当なギャンブルなんですけど、まあ今年これがあれば5000円ぐらいは上がってくるから、3万8000円とか9000円とかね、それぐらいが今そろそろ始まってるかわからないということで、 ちょうど上昇トレンドのフォーメーションが今できたから2 7 5 2 5 5が上向き、高値抜いてるっていうね。完全に上昇トレンドの値動きになってます。これはもう間違いない。でどこで乗るか。で、乗っていくのかいかないのか。まあ乗るべきなんでしょうね。<laughs> 乗るべきなんでしょう。まあでもね、結構怖い。僕はそういう順張り的なトレードはしません。僕は えー、だって調整怖いから。で、もっと、もうガッツンガッツンに落ちたところで入りたい。えー、落ちたところの、もう、この世の終わりみたいな <laughs>、時に、勝って入りたい。と思ってます。ずっと。それを今年も狙っていく。今年ないかもしれないけど、まあ、アメリカの選挙だから何かあるかもしれないじゃないそこを狙う。と思ってんだけどね。やってなお前なんかそんなちょ、チャンスなんか来ねえよって言われると思うけどね。<laughs> それでもね、やっぱり、だから、上昇に乗っていくっていうトレードって結構不確実なんですよね。えー、トレードは不確実だけど、だからトレードの不確実な中で、できるだけ確実性の高いことをしたい。トレードは不確実です。えー、相場の世界不確実。そこで、なるべく確実なことをしたいって考えると、やっぱり暴落時に買うことなんですよ。それを待って待って待つことね。今今年僕歌う YouTuber、 歌う投資家ってことはやってるんですけど、今作ってる曲、まあ間もなく、まだね、ちょっと作ってんだけど、間もなく、まあいっぱい今年は作るから、これに集中するからね。で、もう,もうすぐ歌い始める。来週からは、少なくとも来週からは、メインチャンネルでも歌い始めるんですけど、そのメインチャンネルの第一曲目は、待つっていう曲なんですよね。ま、待つはじゃないけど、<laughs> 待つ、待てよにしようかな。ま、待つはじゃなくて、待てよっていう曲を、 今書いてるんだよね。待は「待つ松待つでもいいかもしれない <laughs> えー、待てようか、待つはか。まあなんかそんな曲を今書いてるんですけど、それは結構勢いのある曲で、えー「待て」っていうね、歌詞で、えー、まあ歌うからそのうち。まあ来週には多分リリースできるから、まあちょっとだけ待ってください。えー、今日の経済ニュース日経平均に、えー、3万4 0円突破、バブル のなもともとはさ安川電機の決算注目でこれが出てこないと3万4000トップは難しいんじゃないかっていう話もあったんだけどでトヨタが、えー、あと、えー、2023年の世界販売委員会室トップ確実ということで子会社のダイハツが、えー、今よくない感じなんだよくないもう販売できないようなことになっている。 営業マンのね、えー、若い営業マンのう僕はダイハツから車を買ってお世話になってる営業マンの若いお兄ちゃん。本当に大変そう。可愛いちょ本当にね、自分のせいじゃないのに一生懸命営業やってんのにさ、本当にかわいそうだなと思って。あー、今、だからね、会社に入っている人ってやっぱりそういう流れってどうしようもないじゃないですか。で最近 あの黒猫ヤマトヤマト運輸のね営業所にもよく行くんだけど、えー、もう僕しょっちゅうヤマト運輸行ってるから従業員の人とも顔見知りでであ今年もよろしくみたいな感じで挨拶、えー、したりするんですけどその中の一人の従業員の人がこの後えー、は配達業務もやっててジムの業務もやってる女の女の方女性の方なんですけど。 配達業務が、えー、クビになっちゃうから、えー、困ったって言ってるんですね。今山がだから、えー、JP に配達ある程度委託してそれでそれをやってた一般的ななんか契約を結んだ、えー、本当の従業員的な配達員じゃなくて契約的な配達をやっていた委託みたいな人たちを全員解雇2万五千人解雇2万五千人解雇っていうね話があって それに合うから、それに合っちゃったっていう人がね、いて、大変ですって言ってたけど、そういうところってまあ会社に入っているとまあコントロールできないですよね。まあ自営業でやってても同じようなことはありますし、もっと波が荒いけど自営業の場合ね。まあいろいろありますけど、トヨタはいいニュースも出てきているということになります。アメリカ市場昨日、えー、昨日はダウが157ドル安。 ナスがプラス SP も、えー、ナスはプラスだけど SP もちょっと下落ということでちょっと高値からの調整が入っています。えー、ちょっとアメリカのね、えー、市場を見ておきましょう。だちょっとこう、ワネが重くなってきてるんだよね。これニューヨークダウですけどね。これも下がれば買えるんですけど、今ニューヨークダウも勢いが戻ってきてるからね。下がれば買いですけど、ちょっと調子が今、えー、悪い。SP もいやいやワネが重い。 ナスっックも、上値が、まあナスっックは結構元気ですけど、やっぱ上値が重くて、この高値を抜けないまだっていう動きですね。え、アップルは、え、まあ、いい感じで動いてるけど、えー、アップル買った人からは、いろいろ調整金とか、コンバージョンレートが変わるとか、まあ要するにあの、ドル円のね、為替の評価レートが変わるとかね、いろいろあるので、 結構 CFD で Apple 買うのめんどくさいっすよっていうね、あのメール来てますけどね。よく調べた上でやってほしいっていう呼びかけが来てます。まあ、あとは皆さんからの呼びかけとしては、今年はあの今すごい北陸、北陸ね、石川県大変だから寄付をしましょうみたいなね呼びかけも来てます。ではまあ個人の自由ですけどね。 えー、で、アップルこんな感じ。で、まあ、伸びてるけど、全体指数はちょっと調整気味。で、今日の為替は、えー、いやいや円安方向に行ってますから、142で買えないかなーって感じですね。で、これだけた、割と高いけど、これ売っちゃいけないと僕は思っていて、売りから入るとやばいですよ。売りから入らないようにしましょうって話。で、今日も30分も来ちゃった。日経平均は高いからね、来ちゃったけど、 え何より、どそこ、場中どそこ銘柄、トピックスのベアがどそこです、つまりトピックスが上昇しすぎている、トピックスが今、えー、こんな感じで上昇していて、まあ高値だよねって話、多少調整が入ってもおかしくないよねっていうところまでトピックスが来ているので、どそこにトピックスの逆連動型の、トピックスと逆に動く連逆連動型の1、3、5、6が来ているということになります。 これを買ってみたらどうか。えー、そしてトピックスが下がればこれは上がるのでっていうことですね。まあでもこっから上昇トレンドが始まってくる可能性もあるので、まあ日経平均もそうだし、トピックスもそうだけど、売りから入るトレードはやめた方がいいと思います。で、このトピックスのベアを買うっていうことは、売りから入ると、売るのと一緒ですからね、トピックスを。トピックスが,トピックスが下がれば上がるっていうトピックスと逆に動いている連逆連動の ETF なんでね。 で、これを買うってことは、トピックスを売るってことなんだよね。で、それは相場の流れに逆らうことになるから、ドル円を売るとか、日経平均を売りから入るとかはやめた方がいいと思う。トピックスも売りから入るのはやめた方がいいと思うから、1356はやめた方がいいと思う。短期的にはね、上がるかもしれないけど、えー、あまりお勧めできない、今年については。土天上はもうありすぎて、えー、もうこれね、売りのチャートですけど、 え、もう、言い切れない6209から、タッチエース、三菱重工、正規東急クリエイトレストランツなど、こもう、高、高い土天井銘柄ね、RSI が95を超えていて、こんなところで RSI って上がんのかよっていうぐらい上がってるっていう、まあ全部そうね、このグレーの RSI がもう95を超えてるわけだから、この辺はね、めっちゃお高いところまで来ている銘柄ガ群。え、この辺は、まあ、うっとけのチャートなんですけど、 まあだから今年はね、確かに、あのー、こっからね、5000円上がって3万8000円とか9000円とかいくかもしれない。下手したら4万もあるかもしれないんだけど、そのね、こうあんまり変なこと言ってもあれなんだけど、その、誰もが上がると思ってるでしょ、今年。だから今年株式市場上がると思う人ってっみんなはーいって上がるわけ、手が。で、そういう時こそ危ないんだよ。だからね、そういう時こそ危ないんだよなっていうのがやっぱり、 僕もたった20年ぐらいの、あの、経験しかないけど、それでも思うんだよね。そういう時こそ危ない。それが市場であると。の天井はたくさん。え、そして、えー、今日、売られすぎのプライム。え、日経平均のベア。楽天 ETF のえダブルインバース。日経のダブルインバース。だから、日経平均とか、今日トピックスとかが高すぎるから、 日経平均トピックスに逆連動する ETF 日経平均に逆連動する ETF が安いってことになってるわけ。だけどこれは買わない方がいいと僕は思うわけ。あの日経平均を売りから入るのは良くない。だから、まあ本当に短期間で言えば日経平均今日ね、えー、225先物とかやってる人は売りもいっぱいやってる人いると思うけど、えー、今年売りから入るトレードはね、短期、ごく短期ならいいけど、今年売りから入るトレードは まあ、やめた方がいいんじゃないかな。大損につながる可能性あると思いますけどね。まあ、かといって上昇にね、かけていくようなトレードも怖い。えー、まあ、いずれにしても何やっても怖い。今日は R 式買いシグナル点灯銘柄なし。下がっている銘柄がないからですね。売りシグナル点灯銘柄が6209の利四 3446JTEC2760 東京エレクトロンデバイス。 9247TRE。この辺はだからうっとけのチャートだけど、まだ上がるかもしれないけど、まあテクニカル的には高いから、頭と尻尾をくれてやれ。頭と尻尾はくれてやれって感覚でトレードするんだったら、売りだよね。9533東方ガス売りだよねっていう1 9793代石94868か川。だからすぐ下がりますって言ってるわけじゃないです。今日、今みたいな相場では、 売りううシグナルが出たやつが、さらに上がっていく。売りシグナル、もうこれでもそうじゃん。東方合戦もね。ね。売りシグナル出てから、もう、この三角、青い三角が売りシグナル。ここは売りシグナルぴったり的中してるけど、ここはいつだえー、11月ね。だけど、ここのところは売りシグナルは的中してなくて、売りシグナルであればってる。ですよね。で、これもまあ3つぐらい出れば落ちることは多いと思うけど、それでもね、まだ上がるかもしれないけど、テクニカル的には高いよっていうだけの話だから、 で、売っとけで、売っていいんだけど、売ればいいと思うんだけど、空売りは危ない。空売りから入るのは危ないし、売った後にまだ上がるかもしれないよって話です。だから、だけど売り、売りの水準で、売っとけの水準だ、ということになります。株は上がり始めると上昇止まらないんだけど、落ちるとなったら、このキュッと落ちるから、チャート見ればわかるよね。こういうとこは、まだまだ上がる、まだ上がる、まだ上がる、まだ上がる,、ま、上がるって、でーっとしてくる。 で、まあ、必ずそうなんでね、えー。こういう上昇。で、これが上昇トレンドに入れば、ほとんど落ちないでダーっと上がっていくこともあるけど、まあ、そういうことってなかなか珍しいということで、ある程度上がれば売りを検討してはいかがでしょうかという話になるわけです。えー、今日あと、上向きで買いチャンスの銘柄は、えー、名村造船7014。海い半が、えー、だいぶ上がってきました。3例 38神戸物産がチャート上向きで調整中。3436サムコもチャート上向き調整中。で、買いチャンス。4063新越科学がチャート上向き調整中買いチャンス。RSI かなり下がってきている。これ25で反発する可能性十分あるよね。4063。まあその 25MA まで下げてきてるから、おしめ買いのチャンスかもしれない。新越科学ね。まあこういうのを買えば大体大丈夫なんじゃないかな、今年はと思うけどね。 7014、7, 0, 1, これも源泉上昇トレンドで調整中。7014、えー、7, 0, 1, 4, 名村造船。3133、海半2726、パル。2685、アダストリア。3865、北越。3038、神戸物産。4063、ンス川学ここらが、源泉上昇トレンドの、えー、調整中。買いチャンスかもしれないよ、銘柄。まあ、パルなんかもだいぶ下げてきていて、アーデシャンも低いし、えー、3指標を重ね合わせてもさ、 えー、RSI も帰りも、ストキャスも全部低い。テクニカル的には買いが検討できるという場所に来ています。あと、まあ、まあ、三指標トリプル解析の買い話、売りの方は、山田が三指標トリプル解析の売り。電化も売りですけど、まあ、今日は売りシグナルが出ている銘柄はやったら多い。上げすぎの銘柄がやったら多いんだけど、 まあここまでね、やっぱり売りシグナルの銘柄が多くて、買いシグナルがないみたいな時っていうのは、大体相場の天井を示しているんで、短期的にはそろそろ天井なんじゃないでしょうか。天井なんじゃないでしょうかね。そういうふうに見ておいた方がいいんじゃないでしょうかね。と思います。ね。ということで、えー、この辺りまで見ておきました。まあ、相場のことだけ見てい,いてほしいっていう人も多いと思うけど、 えー、それだけだと、それだけだと、なんていうか、せちがい。せちがいから、えー、他の、ちょっとね、この後雑談しますけど、雑談とか歌歌ってる暇に早く上げてくれって人もいると思うけどね。まあでも今11時には、11時ぐらいには上がるから、大丈夫です。はい。ちょっと心に余裕を持ちましょう。雑談するけど、<laughs> 余裕を持ちましょう。 興味のない人はトレードに戻ってください。えー、ということで、今日もね、雑談していきましょうね。えー、僕の日記で、えー、からやっていきますけど。うずっと日記書いてるんだよね。で、まあ、今は、えー、特に、まあ日記書いてます、今も。これと別に。日記ずっと書いてますけど、皆さん書いてます。えー、嫌われる勇気の、えー、ライターとして有名になった古賀さんっていう人がね、 寂しい夜にはペンを持てっていう、確かそういうタイトルだったと思いましたけど、本を書いていて。その本は、えー、タコジローくんっていう子が出てくるんですけど、まあ、結局は日記を書きましょうっていう日記のすすめの本なんでね。で、僕はあの本はすごい期待して買ったんですけど、すっごい期待はずで、<laughs> 日記書けって言われても書いてるわ、みたいなさ、今頃日記書くといいよとか言われてもね、 で、日記書くといいよっていう本なんだよ、本当に。で、だから、えー、僕は日記を書いてる。確かにね、日記を書く人と書かない人って結構分かれると思うんですけど、日記書いてる方ってどれぐらいいらっしゃいます日記を書いてる人と書いてない人ではだいぶこう、なんていうかな、えー、人生の捉え方だったり深みっていうのが違ってくる気がする。やっぱり日記は書くべきだと思いますけどね。 えー、嫌なこともね、えー、嫌なことも、お、お、なんていうか、記憶に刻むことになるかもしれないけどね。えー、昨日カード会社に問い合わせて、カードが使えなかったから、カードが使える、どうしたらいいんですか、いいんですかって言ったら、こうすると使えるっていう方法を提示してもらったので、それを実行して、えー、カードが使えるようになりまして、アベマ TV で見る賞をやりました。見る賞えー、藤井さの王将戦第一戦。 えー、菅井さんでしたっけね、相手の方はね。で、えー、これ第1局、えー、第1局も、えー、見てなかったんですけど、第1局も見たかったんだけど、これも見逃してたんで、これも見逃し配信で、ペイパービューで購入、えー。第2局も購入しました。ABEMA のツ坪。で、昨日第1局の投了の、えー、段階を見たんですけど、その棋風を見ても、なんで藤井さんが勝ちなのかわからない。<laughs> 最後なんだっけな、ね。 えっと、金でなんか取ったかなんかの、それで確かに藤井さん優勢なことは僕は、僕が見てもわかるけど、これはやべえなって、こっち攻められてる方は、ここに飛車がいて、ここに金が来てみたいな、もうこれはやべえなってわかるんだけど、もうあれで負けなんだよね。で、やっぱり何十って、多分十何手ぐらいで詰むんだろうね。もうどうしようもなく、多分。で、将棋ソフトで検証しようかなと思ってますけど、将棋ソフトで検証するとわかるから、 なんですけど、ね、えー、そんな勝負でした。見ました。よくわかまあだから全然勉強足りないから。将棋は勉強しないとわからないからね。八代昭さん亡くなりました。えー、73歳という若さ。残念です。僕は八代さんの歌が好きで、石狩漫画が特に好きで、よく聞いてました。ご命が泣くから。 日心が来るとっていうね。<laughs> もう歌えなきゃなんだふうに。独特の歌いまして、まさに女王の深く。彼女でなければ表現できない歌の世界があったね。残念。えー、今回僕は歌おうと思ったのは、病気にかかって改めて自分の命が有限であることを思ったから、僕の場合コロナだったんでね、八代さんは抗原病ってやっぱり結構危ない病気だった。 まあ僕の場合命を失う可能性は低かったんですけど、危機感もありました。寝たきりみたいになって嫌をなく人生振り返り、自分は一体何がしたいんだろうやっぱり歌いたいんだよなっていう軸を再確認して、まあ、こういった思いを今年はね、もう、えー、創作はもう歌だけに絞るということにして今年やるから、かなり去年と違って、えー、去年までと違って本当に歌を、えー、歌うし、えー、歌が出てくると思いますけどね。 いろんな歌が。まあでも、そのちょうど僕は歌にね、注,注力している時に八さんが亡くなって、ああいういい歌をね、まあ演歌は僕は興味ないはないんですよ。だけど、歌う気もないけど、僕はフォークシンガーだから。だけど、えー、演歌シンガーじゃないから。だけど、やっぱり演歌もね、いいなぁと思って聴くことよくあって、えー、八代さんとか美野ひばりさんの歌を昨日は聞いて、しんみりしてました。 こう涙,涙がじわーっと出てくるよね。あの人たちの歌を聴くとさ、やっぱり歌っていいなと思って。で、こう、ちょっとティッシュで涙拭きながら、<laughs> 聞いてましたけど、本当に八代さんの歌とか、美空ひばりさんの歌もね、美空ひばりさんも、本当最後の、もう本当に病気で命が危ないっていう時のステージがあるじゃないですか。あの時の歌とかもう何とも言えないですよね。えー、まあ、歌っていいなと思う。 で僕も今歌ってるんですけどね、えー、作曲のベストの方法を発見しまして今までいろいろね作曲どうやって、えー、やっていったらいいかでどうやって記録したらいいか、えー、モチーフがパッと出てくるんですよそれをどう記録したらいいか記録しないと忘れちゃうんですよねでこれをどうやったらいいかなんだけどこの今動画を録画している録画ソフトを使えばいいっていことが分かりまして <laughs> この録画ソフトに もうモチーフを録画していっちゃうっていうね。それが一番いいっていうのが分かって、それで行くことにしました。だから、この録画ソフトは、まあ、えー、こうやって動画を作るのにも使い、で、えー、モチーフを記録するのにも使いっていうことでもう、一日中立ち上げっぱなしで、えー、そんな風に使おうかなと思ってやってます。今、リストに沿っていろいろやってますけどね、まあ、 今、初恋っていう曲をね、今週の歌で歌ってます。今週中は初恋をね、今日まだカーかスイカ水か水木金って、3日後初恋を歌って、で、えー、土日かぐらいからは、ちょっと次の曲に行こうかなと思ってますけどね。えー、早寝早起きを継続してますけど、眠れなくて今度は睡眠障害で。で、今日も4時間台しか眠れなくて、ちょっとしんどい。あ、しんどくはないんだけど、夕,か夕方とかしんどくなっているんだよね。 まあ、これぐらいがいいっちゃいいんだけど、4時間台の睡眠。まあ、これぐらいで平気じゃあ平気なんですけど、もうちょい休みたい感じがあります。えー、動画の作業としては、えー、音楽チャンネルに初恋をあげたい。これをやりたい、えー。ちゃんとした録音の初恋も作りたい。ああ、今のね、えー即、即興っていうか生で歌ってるやつだってやっぱり音程外れてるし、リズム崩れたりとか、 えー、伴奏があの今まだギター弾き始めてまだ短いんですよ。<laughs> あの、えー、と今年1月の1日ぐらいから弾き始めた感じだからまだ左手がタコができてないし10日ぐらいなんでまだギター弾き始めてだから、えー、ちょっとまだね指がもつれるね <laughs> まあそんな感じですけどねちゃんとした録音を作っていこうかな 今、メイン PC を、新しいメイン PC を立ち上げてっていうことをやっています。まあ、そんな感じですかね。まあ、こんなこと話してると、ちょっと、えー、歌う時間がなくなるんで、ちょっと歌って終わっていこうと思います。まあ、今日もね、えー、とこの初恋っていう歌を歌っていこうのかなと思うんですけどね。よいしょ。ちょっと、えー、準備をして、歌っていきましょう。まあ、これもね、あの、本当に、 中2の時に作った曲で,でまだ本当に <laughs> 全然うまく弾けないっていうかなんだけどさいやりゃいいじゃん <laughs> っていうね音は大丈夫かね、えー、ギターという楽器はねこうあの毎回音を合わせてやらなくちゃいけないっていう楽器なんですよね ちょっと完璧じゃないですけどチューニング、まあ、このぐらいでやらないとなんかねあれなんで。あっと歌詞をリセットかけてよしやっていこう。 「君を知りたい僕だから」ということで、えー、今日も「初恋」を歌いましたこれは僕が、えー、50年前に <laughs> 50年前に作った曲でしてね で今だからその当時初恋の相手だった、えー、女の子もおばあちゃんです <laughs>。これだけではなんかあの割と皆さんからいい評価評価というか評判評判というか感想をいただいててなんか昔思い出しましたとかね、えー、いろいろ言われてますけどはいでこれねあの今もねちょっと1番で1回行動間違えたんで <laughs>。 このま,でまだ本当にね、ギター弾き始めて10日だから、えーあ。もちろん僕はギターの専門学校出てますから、ギターの専門家なんですけどね。減ったでさ、<laughs> 僕はギターが下手で。で、えー、なんですけど、まだちょっと不安定なんですけど、これは、あのちゃんと音楽チャンネルにね、えー、ちゃんとミスのないバージョンを上げるんで、でそこにはね、こうやってギターで弾き語りしたバージョンと、 それからまあちゃんと録音したバージョンと上げていこうと思っていて、どこまでできるか、どこまでできるかわからないけど、今年は歌しかやらない。えー、カーブのー相場の動画と歌しかやらないので、えー、そういう形で上げていけると思います。今日はちょっとアレンジ変えてみましたけど、途中であのハーモニクスを入れたんだけどね。わかりました。<laughs> 君、 「君を知りたいこの僕だから」っていうところに「ポン」ってハーモニックスっていうねテクニックを入れてちょっとちょっとかっこよくしてみました、えー。ということで今日は雑談と歌う時間がすごい <laughs> 逼迫してしまいましたが本当はまあだからまあ土日とかさにちょっと長めにやってさ で、歌たくさん歌うみたいな、ライブ、ライブ感覚で、ちょっとそんなのもやってみるので、また土日とか楽しみにしておいてくださいね。あんまりね、平日にこう株価3万4千円突破したとか言いながらさ、えー、君が、君のことが好きで、みたいなでやってても、もう、もういいよって言われるそうな気もするから。はい。ということで、金だみたいな。まあでも、潤いをね、大切にやっていきましょう。 ちょっと今日は時間オーバーしてしまいましたが、3万4000日経平均突破したというところをお伝えしながらお別れしたいと思います。また夕方、えというか夜7時か、えー、メインチャンネルのかぶチャンでお会いしましょう。ラジオエジーでした。